この15センチの折り紙を一旦ちょっと白を上にします。でこちらまた 7.5 センチこちらの折り紙も白を上にします。で 7.5 センチの方この周りをのり付けします。でこの角に合わせるように貼り付けます。はい、では裏返します。裏返して対角線上にこのように折っていきます。では裏返します。はい、向きをこちらに変えます。ではこのまま半分に折ります。開きます。はい、向きをまた変えまして半分に折ります。では両手でこのように両端を持って手を両手をこのように寄せるようにして折ります。でこの斜めと真ん中を折ります。で向きを変えます。くるっ。でこれですね、ここの裏を貼った部分、こちらが一番後ろに来るようにこのように裏返します。このようにね、めくって両方こういう向きになりました。でもう1枚これも2枚2枚になるように、はい、こちら2枚こちら2枚になるようにして合わせます。でもう一度しっかりこのように縁を折ります。ではこちらこの1枚とここの角になっているこのペラペラ部分、ここを一辺にだいたいこれの3分の1ほどかな、もう少し長くてもいいと思います。これぐらい、だいたいここがこれの2倍、ここの幅とここの幅が2倍分になるようにします。で折ります。はい、ではこちらの折り筋をもう一度戻してこちらをつまみ折ります。つまみ持って内側へ折り込みます。こちらの縁からだいたい少し1センチかそこらで1回折ります。では裏返してまたこちらこの角が少しこちらに出るように折り返します。はい、ではちょっと裏返します。ここの角からこのように斜めに折ります。はい、こういう感じです。でこちらも同じ感じで折ります。でこの角もちょっと硬いんですけどこのように折ります。はい、こちらも同じように折ります。出来上がりです。でもう少しここをね細くしたい場合はこのように
細めにこういう感じで折ってもいいと思います。こういうふうに細めに折って角をまた裏側へ折ります。そしたらちょっと細めのどんぐりさんもできます。はい、裏返したらこうなります。こちら5センチで、あとまた4分の1ね、2.5センチ、こちらで同じように折るとこれぐらいのサイズになるので、普通にどんぐりの飾りとしても使えます。でこちらはカトラリーケース用なので、はい、このようにスプーンを入れてください。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。